はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。素人チャンネルの、DIY でカスタマイズということで、今回はですね、こちらこのスモールランプポジション級をですね、交換していきたいと思います。で、2種類あって、これ IPF のスモールランプと、ちょっとライトを切りたいと思います。あとは、室内灯、買った時についてたおまけの T10 のスモールランプがあるんで、これちょっと取り替えて色味のいい方と明るさを取っていきたいと思います。ちょっとパッと見IPF の分に似てないかなとは思うんですよね、こちらの方と。なんか頭にシリコンみたいな部分がついてる、こういう感じですかね、まあ、ちょっと似てるような気がするんですけど。で、今回もまたこちらですね、タイヤハウスの内側から外していきたいと思います。で、今からは三脚の方を使ってですね、スモールランプの球を外していきますので、見やすいような感じで、ちょっと撮影しておきます。はい、それでは手を突っ込んで、ね、見えますかね、今抜けていってます。抜けましたね、完璧に。これはちょっとシビアですね。で、見てもらえるかな。はい、こちらの方に出てきましたので、こちらで電球を今から抜き替えて、点灯確認していきたいと思います。一つ目がこちらですね。ちょっとまあ動画で見たら黄色っぽいんですけど、もう一つの、IPF の分ですね、こちらの方を次付け替えて見ていきたいと思います。はい、こちらが IPF の電球となります。どうですかね、画像越しで見てもこちらの方がちょっと黄色みがかってないですかね。ということで、こちらの方をちょっとつけていきたいと思います。はい、今出てきましたの分かりますかね。で、これで、はい、ロックが完了して、バルブの固定ができたので、今からまたこちらの方で動作確認をしていきたいと思います。こちらのカバーを戻して、逆側もやっていくというような形になります。それではですね、ちょっと風切り音とかがうるさくてあれだと思うんですけど、最後までご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録高評価の方ですね、ぜひともよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。こちらが、助手席側ですね、取り替えた後で、これが全体で、はい、同じ色味で、まあ、IPF 製なんで、製品的には問題がないかな。
砲取り替え後の動画になります。確認動画ですね。また、DIY でいろんなことをやっていきたいと思いますので、ぜひその時は動画を見てください。お疲れ様でした。